撃、赤い波が起きています。赤の魂を持つ両チームがトヨタスタジアムに集結しました。ディフェンディングチャンピオン浦和レッズが鬼門名古屋に乗り込んでいる一戦です。放送席をご紹介しましょう。解説は相馬直樹さんでお伝えしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リポーターは新井真紀アナウンサー、実況佐藤文康でお送りします。そして副音声は加藤浩二さん、小倉貴文さんのコンビに、ゲストミスターレッズ福田正宏さん、そして若手イケメン俳優水嶋博さんをお迎えしてお送りします。大混戦の J リーグは第12節を迎えました。6位の名古屋、そして4位の浦和の一戦です。ディフェンディングチャンピオンの浦和レッズはこの名古屋ではなかなか勝つことができません。その鬼門に乗り込んでの今日の一戦になりました。今キックオフになりました。左に赤の名古屋、そして白の浦和レッズです。まずは前線からボールを追いかけていきます。この試合のハイライト動画を無料で配信いたします。また名古屋と浦和両チームの前節までの動画も同時に配信しております。ワンセス携帯をお持ちの方は今すぐデータ放送からアクセスをしてください。中盤での攻防です。左サイドに入っているオリンピック代表の本田圭佑、先日は素晴らしいフリーキックがありましたが、ここはファールになりました。放送の解説は相馬直樹さんでお伝えしますが、相馬さんはどんなところに注目されてますか？まあ、この日前回のですね、はい、試合です。名古屋の方はですね、非常に守備をしっかり固めてですね、はい、そこの中で、まあ勝利をつかんだんですね。久しぶりの勝利だったんですけどもね、まあ、そういった中で今日はどういう戦い方をするのか、それに対して王者の、ね、レッズはどうこのアウェーで勝ててない、はい、そういうところも含めてですね、戦いを挑んでいくのか、そのあたりをですね、注目していきたいと思いますね。名古屋は前節連敗を止めました。一方の浦和レッズは公式戦ここ4試合引き分けが続いているというこの事態になっています。ボールを奪ったのは10番のポンテです。前線から積極的にいっている名古屋のディフェンスです。左サイドに入っている相馬です。いや、非常にでも名古屋はですね、ボールに対して厳しく入ってますよね、はい、今ね。前節のマリノス戦はやや引いて守るという場面があったんですが、はい、今日は前から行っています。米山からここに本田圭佑です。そして18歳の吉田、もう一度このセンターバックは米山と吉田のコンビです。山口圭が後ろに返しました。吉田から向こう側、阿部翔平です。縦へのボールです。さあ本田圭佑、チャンスになる名古屋。ここは堀之内がよく足を出しています。オリンピック代表の本田圭佑が切り込んでいきました。まずはこの名古屋の気迫を浦和レッズが少し何か受け身に立っているような感じに見えますが、そういう感じしますね、はい。先ほども左サイドバックに入っている、ね、はい、阿部からのいいスルーパス、まあ、前のフィードをそこからです、ね、飛び出した本田のクロスだったんですけども、はい、まあ、決定的な形を言ってもいいですよね、まあ、中央はさすが硬い、ね、あのレッズのスリーバックですから、はい、シュートまではいかなかったですけれども、崩し方としては素晴らしいですね。そうですね、はい、レッズはこの中盤に阿部勇樹ですが、キム・ジョンウンの守備です。そして4点にボールが渡りました。一旦返して藤田俊也です。藤田俊也もまずは守備から入りたいということを言っていましたが、今日は本当に積極的にいっている名古屋です。右サイドバックはここに大森です。前半の立ち上がりです。第12節を迎えた J リーグです。大混戦です。第11節を終わって1位から7位までが勝ち点4の中に占めています。その6位の名古屋と4位の浦和レッズの一戦です。前線のボールです。ワシントンへのボール、ここは阿部翔平が戻ってカバーに入りました。 4-4-2 というシステムの名古屋、そして 3-5-2 というシステムの浦和レッズです。まあ、そういったシステムの違いもありますから、はい、そのサイドでの人数が違いますのでね、そのサイドの局面で人数の多くなる、名古屋の方がですね、はい、優位を取れるかというのは非常に大きなポイントになってくると思いますね。この中盤での攻防ですが、小野伸二がボールを奪う。そして藤田がもう一度守備に入りました。ここは小野伸二のファウルを取りました。局面局面が非常に激しい今日のゲームです。阿部、ここに3バックの左に入っているネネ、日本代表の阿部勇樹、そして日本代表の鈴木啓太、右サイドに展開しました山田。鈴木啓太にボールを返しました。
引き分けがずっと続いている浦和レッズ、5月に入ってまだ勝利がありません。さあその浦和レッズ、ワシントンが突っ込んでいくが、ここは奈良崎です。山田からいいクロス入ってきましたが、ここワシントン触ることはできませんでした。少しワシントンが足を痛めたかどうか、大丈夫でしょうか。山田のクロス入ってきました。ワシントンが少し、いやね、もう本当にちょっとですよね、もう狙ったところはぴったりだったと思うんですけれども、はい、少しだけ、ね、ボールが浮いてた分、バウンドした瞬間に蹴った分ですかね、はい、ずれてしまいましたね。昨年の J リーグ得点王のワシントンです。さあそれではホームの名古屋のスターティングフォーメーションをご覧いただきましょう。ゴールキーパー奈良崎です。大森、米山、吉田麻也、そして阿部翔平の4バック、ボランチに藤田と山口のコンビを組んで、右に韓国代表のキム・ジョンウ、左にオリンピック代表の本田、そしてノルウェー代表のヨンセンと日本代表杉本の2トップです。一方の浦和レッズのスターティングメンバーです。トゥーリオを怪我で変えています。ベンチにも入っていません。ゴールキーパー鈴木です。坪井、堀之内、レネの3バック、ボランチに阿部勇樹と鈴木啓太、右に山田、左に相馬、そしてトップ下にポンテと小野が入って、ワントップにワシントンです。いや今のシーンでもですね、中盤の底に入っている山口の、ね、小野への厳しいチェックですよね、はい、まあ、この辺の中盤での争いのところ非常にね、注目ですよね、昨日はサイドの守備を確認していた名古屋ですが、今日この中盤での攻防も非常に面白くなっています。ここに山田が入ってきます。山田、そして阿部勇樹が展開しました。相馬、前節もかなり縦への突破を見せていた相馬です。相馬クロスを上げてきた。ここは米山です。10番の藤田、そして前へキム・ジョンウ。さあ右サイド大きなスペースがあります。キム・ジョンウ走っていく。さあ中には4線がいるか、その4線に合わない、向こうが杉本だ。日本代表杉本どうするか、右足のシュート、ここは続きです。19番の日本代表、先日の代表候補の合宿に呼ばれました杉本啓太、右足のシュートがありました。まあ、今のシーンはですね、相馬が左サイドから突破にかかったんですね、そしてそのセンタリングをカットした後、その相馬が上がった後、そこのスペースをですね、キム・ジョンウンが思い切って飛び出すと、そのスペースの取り合いという部分でもね、非常にね、面白い見応えのある攻防でしたね、今のは、はい、最後は日本代表候補に入りました杉本啓太のシュートでした。一方の浦和レッズです。ポンテがボールをキープしています。低いボールが入ってきた。ここはなんとか足を出した10番の藤田です。さあそれでは試合前の両チームの表情を聞いてみましょう。今日のピッチリポーターは新井真希アナウンサーです。新井さん、はい、まず名古屋グランパス8フェルホーセン監督は浦和のフィジカル面とメンタル面の強さ、そして技術の高さを警戒していました、はい、ただその中でも選手たちの中からは浦和が引き分け続きなのでチャンスという声も上がっていました。うん、対する浦和レッズオジェク監督はその引き分け続きについて、あと1点が取れていないことを課題に挙げています、はい、選手たちもとにかく勝ち点3が欲しいという声が多かったんですが、はい、今週は準備する時間もありサイド攻撃の練習もできたということで監督は手応えを感じているようでした。以上です。はい、今日のピッチリポーターは新井真希アナウンサーです。確かに浦和レッズは7戦連続の試合があって、そして1週間の間隔が空きました。その中で相馬さん、はい、7戦中、まあ、最後の4試合は全部引き分けなんですね。うん、そうですね、勝ちきれないっていう、そういう気持ちはね、当然あると思うんですよね、はい、ただその中で焦らずにやることですよね。うん、自分たちのやり方っていうものはやはり去年からね、積み重ねたものもありますから、はい、そこの部分で自分たちのやり方っていうものを信じてやっていくってことも大事でしょうね。まあ、前節のガンバ大阪戦を見ますと、まあ、耐えに耐えて1対1という結果でした。ただそういうところをなかなか難しいゲームだったんですけれども、はい、引き分けで終わらせてしまうっていう、その力はね、うん、これ底力なのかなという気がしますけどね。オジェック監督は前節のガンバ大阪戦の後選手を褒めたそうです。1週間の間隔が空いて選手たちがどのような動きを見せるか楽しみだとオジェック監督も話してくれました。相馬の突破です。左サイドを切り裂いていく。中央、小野伸二フリーだ。小野伸二、ここは逆サイドを狙ったシュートでした。ビッグチャンスだったんですけどもね、少しねコントロールに時間がかかりましたね。ボールを持ち直さなければいけなかった、そういう感じになりましたね。今のはもうワンテンポ早くても良かったということですか。うん、そうですね。8番の小野伸二のシュートがありました。
その前の相馬さん、はい、この左サイドからの突破、そしてクロスでしたね。まあ、本当に縦に勝負するという姿勢は、ね、常に持っている選手ですからね、ここは突破できるのか、ただその裏をですね、はい、キム・ジョンウンが先ほどから2度ほど突破、逆にですね、裏をついてますから、はい、本当にここの取り合いですね、スペースの取り合いというのはこの後もいっぱい見れると思いますね、はい、前半の9分を経過しています。かなり激しいこの前半の立ち上がりでしたが、やや落ち着きを取り戻しています。会場ガンバ大阪と柏、首位とそして3位の注目の一戦ですが、2対1ガンバ大阪がリードしています。バレーと二川のゴール、そして柏は李忠成のゴールです。新潟鹿島は岩政のゴール、その他はご覧のような予定時間で予定されています。シュートがありましたがならずキャッチしています。です。札幌がリードしています。その他はまだ試合が動いていません。こちらトヨタスタジアムは0対0、前半の10分を経過しています。4線から向こう側、杉本です。前節のマリノス戦でもゴールを挙げた19番の日本代表杉本啓太ですが、やや相馬さん、はい、3バックが引き気味に今日はスタートしているんでしょうか。スペースを消すことをイメージしているかもしれないですね、当然スペースを空けてしまっては杉本のスピードが、ね、生きてきますから、はい、そこの部分のケアというものはあるでしょうね。まだここまでは杉本のスピードが生かされていません。さあ中央です、小野伸二、左サイド相馬です。先ほどは縦へ突破を試みましたが、相馬どうするか。相馬が縦へボールを蹴って、そしてコーナーキックを得ました。本当気持ちいいほどね、必ず勝負に入りますよね、ただ大森もねスピードありますしね、1対1の対応には本当に定評ありますから、まあ、そういった意味で、ね、しっかりとした対応を見せましたね。今ね前節のガンバ大阪戦は相馬はコンテにもう中へ行くのか縦へ行くのか使い分けろということを言われたそうなんですが、全部縦に行ってやりましたということを言っていました。さあコーナーキックのチャンスです。コンテが遠いサイド、中でファールがありました。名古屋ボールです。前半の11分を経過しています。相馬さん、まず激しい立ち上がりがありました、はい、そしてこの今中盤に入ってきましたが、まあ名古屋の方のチェイスがですね、ボールへの厳しい追いかけがですね、少し、まあ、立ち上がりから比べると落ち着いたのかなと、そういう感じがありますけどもね、はい、サブのメンバーをご紹介しましょう。オシムジャパンでも日本代表に入りました中村直史のベンチ、さらには前節初ゴールの片山、牧誠一郎の弟牧もこのベンチに入っています。浦和レッズは長谷部とそして永井、この辺りがベンチから機会を伺っています。両チームの一戦です。トヨタスタジアムです。たくさんのサポーターが詰めかけました。鈴木啓太、そしてここに相馬です。浦和レッズにとっては鬼門のこの名古屋との一戦です。J リーグでは21勝9敗と名古屋が大きく勝ち越して、そして相馬さん、はい、このホームということに限りますと13勝3敗ということで名古屋が大きく勝ち越しているんですね。本当にレッズが苦手としていると言ってもいいかもしれないですね、そういう意味ではね。クロスからワシントンの頭の上を越えた。13勝、そして浦和はこの名古屋で3勝しかしていません。昨年も唯一勝てなかったのがこの名古屋です。まあ、選手たちはそれほど意識しないというコメントもありましたが、ただそういったですね、苦手なチームに勝つっていうのは優勝を考えた時にはね、非常に重要なんですよね、まあ、僕自身もですね、鹿島にいた頃ですね、はい、まあ、苦手としてたチームはあったんですけれども、はい、まあ、広島とかですね、セレッソとか苦手だったんですけども、そこに勝った時というのはね、優勝することが多いんですよね。
まあ、そういった意味でもその苦手のチームはそれなりにあるのは間違いないんですけれども、はい、そこをどう叩いていくのか、そんなポイント大きくね、あの積み重ねる意味では重要ですね。鬼門名古屋で勝ち点3を取って、そして久しぶりの勝利ということになるんでしょうか。浦和レッズ、一方の名古屋は杉本のクロスです。また相馬の突破です。サントス・アレサンドロのこの移籍によって相馬に相当な期待がかかっています浦和レッズ。いやね、本当に怪我で治ってきたのは大きいと思いますね、はい。まあ、それまで小野が左に入ったり阿部が入ったり、まあ、長谷部が、ね、近いようなポジションをやったりとかいろいろあったんですけれども、まあ、本当に本職と言っていいね、あの相馬が戻ってきた、怪我から戻ってきたというのは非常に大きいと思いますね。そうですね。佐藤さん、はい、その相馬選手ですけれども、まあ、勝ち切ってない中での自分に与えられた役割はサイドから崩すことでチームに勢いを出すことというふうに話していましたね。確かに今日も勢いを与えてますね。うん、そうですね。一方の名古屋はこのキム・ジョンウ、韓国代表です。昨日の練習は別メニューでしたが、今日はスターティングメンバーで起用されています。後ろに返して、さあ大森チャンスを迎える。中にはヨンセンがいるが、ヨンセンにはいませんでした。8番は韓国代表のキム・ジョンウです。レフリーをご紹介しましょう。主審が岡田さん、副審が広島サンタ大木さん、そして第4の審判として唐上さんです。このボールはキム・ジョンウです。よく足を出しました。最終ラインです。米山、そして吉田麻也というセンターバック。山口圭にボールをつないだ阿部翔平。やはり名古屋の攻めということになりますと、特徴はどういうところになりますか。名古屋はまずは4戦のポストプレーですよね、はい。まあ、ここにボールが入った時にどれだけサポートできるのか、うん、そしてそのポイントを作った裏に杉本が飛び出すスピードですよね、はい。まあ、そういったところがあると思いますけれども、まあ、ここまではサイドからという形が今多いですね、うん。前節からシステムを変えてきました名古屋グランパス8です。ディフェンスラインでボールを回しています。第11節を終わって1位から7位までが大混戦というこの J リーグです。ヘルフォーセン監督もそれは予想していたと話してくれましたが、相馬さん、これだけの混戦というのは予想していましたか。ここまでの、ね、混戦はちょっと、ね、予想できてないですね。浦和レッズは今日他の試合の結果以下によっては首位に立つ可能性もあります。ワシントンが落として相馬、中には小野伸二も待っています。10番のポンテ、ポンテの右足のシュート、ここは元日本代表の奈良崎がしっかりとキャッチしています。ここは坪井のファールを取りました。ポンテが狙っていきました。さあ杉本のスピードですね。そうですね。さあ杉本どうするか、中へ送って面白いボールでしたが、4戦は反応できませんでした。日本代表候補に選ばれました杉本啓太です。 50m が5秒8という快速フォワードです。6秒切るっていうのは、ね、相当早いですよね。まあ、おそらく 10m ぐらいのダッシュだったら日本一でしょうね。非常に速いですね。まあ、前節のマリノス戦でもね、本当にスピード、相当マリノスディフェンスが、ね、手を焼いてましたし、実際ねゴールを取りましたからね。昨日話を聞きましたら、今まで速さで勝てないと思った選手はいないと話してました。レッツは小野伸二ですが、ここはファールを取りました。いやでもね、阿部よく戻りましたね今のは。少し、まあ、小野伸二が抜けたようにも見えました、はい。なかなか、ね、ペナルティエリアの中で体を入れていったプレーですからね、はい。当然 PK ということを考えると難しかったんですけれども、非常にうまく、ね、体を入れ替えしてピンチを防ぎましたね、はい。レッツの今日の攻めに関してはいかがですか。ここまでですね、はい、最初 そのプレッシャーに対してちょっとうまくいかないところはあったんですけれども、はい、非常にですね、ピッチを広く使ってですね、うまくボールを動かしながら攻めてるのかなと、それともまあもう一つは、
左の相馬ですよね、そこ、はい、まあ、ここも出てきましたけども、つながれませんでしたが、非常にここをポイントとして攻めてますよね。今日一つのポイントになりそうな左サイドの相馬です。新潟が同点に追いついています。縦へのボール杉本です。まもなく前半の20分を経過します。浦和レッズのサポーターの前でこのグランパスが攻めに転じますが、大きなブーイングです。ここはタッチを割っています。今前半の20分を経過しました。名古屋のシュートは今のところ1本、そしてレッズが3本というシュート数です。まあ、中盤での攻防は非常に面白いんですが、まだシュートまで行ってませんね。そうですね。キム・ジョンウの突破です、うん、さあ抜けてきた、倒れた、ここはファウルはありません。ボディバランスを崩しただけということなんでしょうかね。本当にただスルスルっと今抜けましたね、はい、そしてオリンピック代表本田圭佑の左足、無回転ボールを蹴ってきました。またボール入れてましたね、今3日前のオリンピック代表アウェーの香港戦で素晴らしいフリーキックを決めた本田圭佑。いや今の弾道もそうですね、ボール入れてましたからね。ちょうど我々の放送席から後ろから見るような形になりましたから、よくその弾道が見えました。ただこれ続きもね、落ち着いてよく弾きましたよね、少しブレています。中盤の左サイドに入っています本田圭佑です。相馬からポンテ、もう一度相馬です。藤田がついています。相馬のクロスからワシントン、触ることはできませんでした。いいクロスでしたね。そうですね。もう一度右サイドから山田、後ろに返して鈴木啓太、啓太からよく触った、もう一度相馬です。相馬のクロス、今度は速いボールを送ってきた相馬です。まあ、スペースがなかったのでね、速いボールを通して、もう味方でなくてもディフェンダーでもちょっとでも触ってゴールに、ね、入ってくるというボールだったと思うんですけどね、はい、この最初のボールですよね、ワシントンがニアに動き出したのに合わせて非常にいいタイミングでボール入ったんですけども、はい、ちょっとワシントンね、あの右足のアウトで触りいったんですけども触れませんでしたね。コーナーキックポンテから山田クロス、ここはもう一度コーナーキックに変わります。レッズ構成、さあこの辺りでまずは先制点が欲しいという浦和レッズです。ショートコーナーから小野伸二、ここはゴールキーパー奈良崎です。さあこれサーカーですね。杉本が前で待っています。杉本と坪井が一緒に走っている。このスピード勝負も面白い。キム・ジョンウ、4戦にはつながりませんでした。いやー相馬はね、よく今のところボール挟みに行きましたね、もう一度ボールは浦和レッズです。ここはタッチを割って名古屋ボールです。トヨタスタジアムは0対0です。ここに本田圭佑です。下げて山口圭、阿部翔平、そして18歳の吉田麻也、ルーキーがこのセンターバックを務めています。名古屋もここまでの前半の23分経過しましたが、かなり手応えを掴んでるんじゃないですか。ただこうやってですね、一回引いて、引かれてしまうとなかなか崩せない感じですね。攻める段階ではですね、いい形を作れるんですけれども、はい、一回この引かれた時ですね、ここからどうやって崩していくのか、うん、なかなか前にボール入りませんからね。そうですね。今はディフェンスラインでボールを回しています。右サイドバックの大森が絡んできました。そしてキム・ジョンウ、もう一度大森です。
センターバックは米山と吉田、米山からこの米山のフィードが素晴らしい、つながりました。さあ本田圭佑どうするか、後ろに下げて阿部翔平から逆サイド4線、さあここはコーナーキックに変わります。名古屋がセットプレーのチャンスを迎えました。セットプレーで点が取れないのは僕の責任ですと本田圭佑は話してくれました。今シーズンは名古屋なかなかこのセットプレーから点を取ることができません。先ほどのシーンです。山口からクロスが入ってきました。なんとか今日このセットプレーから点を取りたいと昨日本田圭佑は話してくれました。セットプレーですね、中央のヘディングの高さもありますけども、そうですね、ボールですからね、入るボール巻いてきた。ワシントンのヘディング、藤田がセル、もう一度本田圭佑です。ここは戻りオフサイドになりました。そうですね、オフサイドの位置から戻ってボールを受けた本田圭佑です。こちらがフェルフォーセン監督です。2年目のシーズンを迎えています。開幕は4連勝でした。しかしそこから連敗が続いて現在は6勝5敗です。この混戦は予想していたというフェルフォーセン監督です。佐藤さん、はい、対するオジェク監督ですけれども、先ほどから焦りの表情ですね、立ち上がったり座ったりピッチそばによっては指示を出したりと、あまり落ち着いた様子ではありません。そうですか、そもそもそれはやはりまだうまくいってないという表れなんでしょうかね。まあ、ここまでそうは見えないですけれどもね、はい、それの形というのも、まあ、左の相馬を中心に、ね、あの形になってますし、はい、守備の面でもね、それほど危ない形というのは、まあ、カウンターの時だけですよね、そういう感じだと思うんですがね、まあ、今週狙ってきたことが出てないとかそういうこともあるのかもしれないですね。そうですね、今週はかなりサイド攻撃の練習をしたという浦和レッズです。日本代表の鈴木啓太、さらには坪井、阿部勇樹は前半はその合宿に呼ばれていました。日本代表候補組は非常に疲労が溜まっているという浦和レッズです。先日の代表候補合宿には名古屋から杉本、そして浦和からは阿部、坪井、鈴木啓太が呼ばれました。週の半ばには本田圭佑、そして浦和レッズの細貝もオリンピック代表アウェーの香港戦に出場を果たしました。強いレッズはワシントン、強さを見せるワシントン、クロス入ってきた、大森のヘディングです。今のワシントンのドリブルですか、そうですね、まあ、本当テクニックというよりは体でボールを、ね、見えなくしてるんじゃないかと思うんですよね、届かないんですよね、はい、体を寄せても、まあ、ビクともしないですからね、さあ浦和レッズのコーナーキックに変わります。なんとこのコーナーキックを生かしたい浦和レッズ。逆サイドヘディング、ネイのヘディングシュート決まりました。高さのある素晴らしいヘディングシュートでした。ボールのところでね、きちんと競れなかったですね、名古屋はね、名古屋セットプレー、特にコーナーキックですね、ゾーンでマークしてるんですけれども、ゾーンで守る形だから誰かがネネのマークというそういう形ではないんですよね、これもですね、今米山と吉田の間でしょうかね、そこの間のスペースに入り込まれてしまった。これきちんとマークしていれば、まあ、その選手が、ね、勝った負けたという話になると思うんですけれども、はい、ネネにとったら相手が競ってなかったと同じ状態だったんじゃないかと思いますね、5月に入ってまだ勝っていない浦和レッズが1点を先制しています。ネネは今シーズン初ゴール。前半の27分に得点が入りました。さあ相馬さん、この1点というのはどういう意味を持ちますか。守ろうとしていた名古屋ですけれども、はい、これ点を取らないといけないという
ということになりますからね、うん、そういった意味で、まあ、前半から焦ることはないとは思うんですけれども、はい、少し、ね、あのラインが上がってくるのかなというところはありますよね、うん、かなり激しいプレッシャーをかけました8番のキム・ジョンウです。まだ少し言い合っているコンテとキム・ジョンウ。少しポンテが怒っている表情です。前半の27分にネレのヘディングシュート決まって1対0浦和レッズリードしています。阿部勇樹、そしてここに相馬です。阿部勇樹からポンテ、もう一度阿部勇樹です。10番のやはりポンテが絡んでいきます。3バックの中央は堀之内です。点差がどうしても欲しい浦和レッズにとっては本当に貴重な1点ですね。そうですね、先制したということはチームに、ね、リズムを必ずもたらしてくれますからね、はい、クロスから入ってきたワシントン、右45度からシュート。まだボールはこれはつながるか。つながりました。いや出ましたね。あわずかに触るのが遅かったという相馬。ワシントンのシュートでした。1点取ってさらに乗ってきた印象の浦和レッズです。佐藤さん、はい、ピッチですけれども1点を先制してから浦和のサポーターが声援がより大きくなったんですけど、うん、今日のトヨタスタジアム屋根が閉まっているせいか、その声援が響くんですね、はい、でその選手たちはもうそのサポーターの声援に揺られながらというのがいつも以上に、感じられる臨場感が非常にあります。そうですね、赤い熱気が充満しているトヨタスタジアムです。昨日の夜から朝にかけて雨が降りましたので、その影響で今日は屋根が閉まったままゲームが行われています。前半の31分を経過しています。ただ相馬さん、本当にいい雰囲気ですね。そうですね、その中浦和レッズが右サイドを切り裂いてきた。ポンテからワシントン、楢崎、そして米山が下がっています。これはコーナーキックに変わります。パーフェクトな崩しでしたけどもね、今ね、サイドこのポンテが突破するところもですね、小野と2人の関係で飛び出して、そしてこのクロスもですね、リアサイドに入ったワシントンにぴったりでしたね。ただここはまあさすがね、元代表の楢崎ですよ ね、 そうですね、いい距離に詰めて飛べたと思いますね今のは。さあまたコーナーキックです。ポンテからまたレネタ、ここに小野伸二です。ポンテどうするか。もう一度コーナーキックに変わります。これで早くも6本目のコーナーキックになります。その1本は点に結びつけた浦和レッズです。今ゴール前の、ね、手を見てもらうと分かると思うんですけれども、はい、マーク近くにいないので走り込めるんですよね、レッズの選手たちは。その分いい形のいいボールが入ると、はい、完全に、ね、自分の形でヘディングできますから、はい、まあ、先ほどもねネネの点はそういう形ですしね、うん、まあ、本当このセットプレーはボールさえ入れば非常にレッズのチャンスになるんじゃないでしょうかね。6本目のコーナーキックは生かすことはできませんでした。日本代表候補の杉本です。リードがあります。下げて阿部、キム・ジョンウが入ってきましたが、ここはスローインに変わります。1点取った後も浦和レッズペースは変わりませんが、相馬さん、はい、名古屋はこれは攻撃するためにはどういう形を作ればいいんですか。まあ本当はいい位置でボールを奪ってですね、そこから早く攻めるというのを一つの形にしていると思うんですけれども、はい、なかなかボールを奪えていない、相手がシュートで終わるような、ね、形で今進んでますので、はい、もう一度守備の部分でですね、立ち上がりのようなとまで言わなくてもきちんとしたボールに対するプレッシャーをかけてですね、いい位置でボールを奪いたいところですね、はい、それこそがいい攻撃を、ね、生みますからね。ここいいつなぎですね。
ボランチに入っている10番の藤田俊也、そして米山、左足のシュートを打ってきた。この米山もセンターバックに入っていますが、非常にいいミドルシュートを持っています。オフサイドですか。ここはオフサイドです。今のところもね、ワシントンはね、ずる賢いと言いましょうか、はい、米山が上がったその裏のスペースを狙ってるわけですよね、まあ、こういった駆け引きですよね。米山が思い切って攻撃に出たんだけども、はい、その後すぐに狙うと、まあ、その前の、ね、米山のシュートもね、本当無回転に近いようなボールでね、すごいいいシュートだったんですけどね。ワシントンと米山は2005年にベルディで同僚でした。お互い本当に分かり合っているということで、米山は人間的にもそして選手としても素晴らしい選手だと称えていました。本田圭佑、キム・ジョーンはこの位置です。藤田が中盤に空いていますが、その藤田どうするか。藤田がこの名古屋の攻撃の生命線です。向こうはさあチャンスになる。低いクロスだ、そうかね、素晴らしいディフェンスラインとキーパーの間に入ったボール、ここでロングボールですね、いい展開をして、このクロス、ただここでね、ニアサイドにキム・ジョンウンが、ね、触れなかったのに飛び込んでるんですよね、鈴木はここに反応してしまってますから、最後のボールね、ヨンセンのシュートには反応できないわけですね。ノルウェーの現役代表のヨンセンのゴール決まって1対1です。相馬さん、はい、いい時間に手を返しましたね。わ、これ大きいですね、完全に浦和ペースでした。このボールはゴールキーパーです。その中で一瞬のプレー、その一瞬のプレーで1点を奪って同点に追いついたグランパスエイトです。ただ今のもですね、その早く点を取り返したいという思いが、はい、その米山が前に、その前もシュートを打ちました。そして今のところもサイドチェンジのところで攻撃に絡んでいきました。センターバックがね、攻めに出ようという意図ですよね、はい、まあ、これは1点失ったからこそ出たプレーだったのかもしれないですね。この大森、藤田、ここはファウルを取りました。10番同士の対決、名古屋の10番は藤田俊也です。藤田もある程度守備から入らざるを得ないという話を昨日してくれました。まあ、本当はね、攻めたいでしょうけどもね、今はこのボランチのポジションで守備に貢献している藤田俊也、今日が394試合目です。サイドは山田です。前線へ、ここは米山、米山からこのボールは通じません。スピラール、そしてマスカーといったあたりが怪我で欠場の名古屋です。その苦しい台所事情、その中でセンターバックは米山と吉田麻也が務めています。真司、ここに相馬です。キム・ジョンウの守備です。なかなか両チームフリーでボールを持つ場面がありません。そうですね、中盤またちょっと厳しくなってきました ね、 そうですね。ここは山口圭のファウルを取りました。藤田とボランチのコンビを組んでいる山口圭です。いや、山口はね、よく走ってああいうところをね、頑張るんですよね。2003年のワールドユースの日本代表ですと山口です。そして杉本、山口、そしてここに杉本がいます。まだ杉本のスピードは生かされていません。そうですね、ここまで杉本まだスピードで生かさせてもらってない感じですね。そうですね、前半の38分を経過しています。
まあ、それだけレッズもね、前節のゲームを見た中でそういうケアというのは本当にしっかりしてるなという感じがありますよね、はい、ワシントンに対応したのは今のは18歳の吉田でした。この吉田がかなり落ち着いてますね。そうですね、ルーキーの18歳吉田麻也、さあ左サイド相馬を走らせます。相馬の突破、チームジャンプ強いですね。うまいプレーでした。韓国代表でも20試合以上の経験がありますキム・ジョンウです。元日本代表、ほとんどの選手がそういう肩掛けを持っている両チームです。4戦と杉本が近いところでプレーをしています。先制ゴールのネネです。下げて鈴木啓太、さあレッズは同点に追いつかれてどうかというところ。まあ、そもそも気持ち的には勝ち点3が欲しいゲームで、同点に追いつかれて、まあ、少し厳しい部分もあるとは思いますが、はい、まあ、ただ無理に鈴木啓太がここはプレッシャーをかけていきました。前から追いかけます浦和レッズ、そしてボールがこぼれた、10番のポンテがボールを奪った、チャンスになる浦和レッズ、ここは米山のカバーです。しかしボールは浦和レッズです。鈴木啓太前から追いかけていきました。当然、ね、レッズは早く点が欲しいとは思うんですけども、まあ、一つ、ね、1対1同点ということで、ね、無理な力攻めという形はしない方がいいと思いますね。まあ、当然こう40分ももう過ぎてますから、はい、そういった意味で落ち着いてまずゲームを進めていくというのは少し、ね、名古屋もリズムを取り返したところありますからね、はい、そういった意味で無理に出ていくというのはちょっと、ね、あまり良くないかなという気がしますけどもね。佐藤さん、はい、今のシーン、オジェク監督からも戻れ戻れという指示が出ていました、ね、そうですか。かなり前線からプレッシャーをかけて鈴木啓太が上がったままの状態が続いていました。阿部勇樹、そしてここに10番のポンテ、左サイドは相馬です。相馬のクロスから逆サイド、小野伸二トラップした、その前手を使ってしまったという判定です。です、ね、ちょっと押したという判定じゃないでしょうかね、このシーンです。まあ、非常に、ね、いいボールだったんですけども、はい、まあ、ここを、ね、少しこう画面には映りませんけれども、ちょっと手前で、ね、押して阿部がボールをかぶってしまうような状態を、ね、作ったという、まあ、そういうジャッジだと思いますね、はい、1対1の同点です。4戦から杉本です。いや、堀之内も、ね、今のところで走らせませんよね。4戦から杉本という形が、ね、一番もう名古屋とすればシンプルにゴールに、ね、直結する形だと思うんですけどもね、はい、そこのケアはしっかりしてますね。さあ相馬、大森から、キム・ジョンウ、阿部勇樹のここはカットです。会場大分が1点を先制しています。アウグストのゴールです。札幌が3点目、そして福岡が先制ゴールを挙げています。こちらトヨタスタジアムは1対1です。レッズ先制、そしてグランパスが追いついたという展開です。ここは4戦のファールです。さあ相馬さん、前半は残り2分ということになりましたが、はい、まあ、浦和が先制して名古屋が追いついたというこの展開になりました。両チームのこの前半の使い方ですが、まあ、本当にね、お互いの時間帯というのがあったと思うので、はい、まあ、レッズの方がね、時間帯持ってた時間は長かったんですけれども、まあ、その中で本当にいい形でですね、名古屋崩し方含めてね、良かったと思いますね、点の取り方がね、まあ、そういった意味ではそれは後半につながるものだと思いますし、まあ、レッズの方はその掴んでた時間をね、セットプレー以外でね、点に結びつけるっていうことになってくると思いますね、はい、ただまたこのセットプレーのチャンスを迎えました。トゥーリオは怪我で不在です。その
その中でこのセットプレーをどう生かすか。ワシントンの中央、小野伸二、堀之内、ネネ、阿部勇樹が遠いサイドです。コンテ、藤田がボールに触った。本田圭佑、山口、さあ4線よく見ていた。その4線にボールが渡る。名古屋の選手が多く入ってきました。ここはしっかりと対応した坪井です。残り1分を切っています。非常に激しいこの前半戦の戦いです。前半27分に浦和はネネのゴール、そして前半の35分に4戦のゴール決まって1対1です。さあこの後の展開です ね、 そうですね。グランパスがこの前半の最後にチャンスを作るかどうか。大森から4戦の頭の上を越えて向こう側チャンスになる。キム・ジョンウトラップした。どうするか。藤田が入ってきましたね。下げて藤田としては入ってきて4戦が向こう側。ここは少しクロスが高いボールになってしまいました。まもなくロスタイムに入ります。前半ロスタイムは1分です。非常に緊迫したゲームでした。前半の45分、ロスタイムは1分です。ここに鈴木啓太、ワシントン、もう一回チャンスを作ることができるでしょうか。さあ名古屋チャンスを迎えます。面白いですね。そうですね。本田圭佑から長いボール、杉本 A は通じませんでした。10番の藤田俊也がボランチの位置から先ほどスーッと抜け出して、まあ、時間帯を考えてのプレーでしょう ね、 そうですね、考えてですよね。おそらく最後のワンチャンスと思って上がっていったんでしょう、うん、ここは杉本のファウルは取りません。鈴木啓太右サイド、レッズが前半最後のチャンスを迎えるんでしょうか。小野伸二、ロスタイム1分経過しています。目安は1分台。すごい。ポンテ、いやうまい。ここでホイッスルです。 J リーグディビジョン1第12節名古屋グランパス8と浦和レッズの一戦は鬼門名古屋で浦和レッズ久しぶりの勝利になるんでしょうか。名古屋グランパス8浦和レッズの一戦1対1、まもなく後半戦です。1対1の同点で後半戦に入っています。名古屋グランパス8と浦和レッズの一戦です。藤田、そして右サイドの大森とボールが回っています。うん、早い。浦和のボールです。チャンスになる。杉本から中央4戦ですが、4戦のボールは少し大きくなってしまいました。本田圭佑、ね、そして名古屋足が止まっている浦和レッズ。山口圭のシュートは外れた。放送席の解説は相馬直樹さんでお伝えしています。相馬さん、はい、この後半の立ち上がりですが、まずは名古屋が山口圭のシュートがありました。うん、そうですね、まあ、その前にですね、左サイド阿部が飛び出したレッズも、ね、ありましたから、まあ、そういった意味では両方とも、ね、一つずつ今チャンスを、ね、掴んで、まあ、五分の展開で始まってますね、はい、ここはタッチを割っています。後半の見どころですが、相馬さん、はい、1対1で迎えました。まあ、浦和レッズは勝ち点3がどうしても欲しいゲームだと思いますが、うん、そうですね、まあ、そのゴールを奪うという意味でね、やはり前半の、まあ、ワシントンのシュートですよね、はい、まあ、鳴崎に防がれてしまいましたけども、まあ、形は作れているので、それをどう決めていくかですよね。それは、まあ、ここ4戦引き分けっていうところにもつながっていることなんですけどもね、はい。音声は加藤浩二さん、小倉孝文さん、そしてゲストに福田正博さん、さらには若手イケメン俳優の水島博さんをお迎えしてお伝えしています。一本ずつチャンスを作ったこの後半戦の立ち上がりです。先制ゴールは浦和レッズのネネでした。コーナーキックからヘディングシュート、そしてグランパスは4戦の右足のシュート決まって1対1です。うん、いや、いいところですね。ここはファールありません。そうですね、ここはチャンスになりそうだ。4戦から杉本サイドに出ました。坪井との勝負ですが、先日の日本代表候補の合宿に呼ばれた坪井と杉本ですが、ここはボールを奪ったグランパス、杉本がサイドに流れている。チャンスになるぞ。
本田圭佑のフリーキックが見られるかもしれません。いい位置でチャンスを迎えました名古屋グランパス8です。本田圭佑がやはりボールをセットしました。先日のアウェイの香港戦でした。相馬さん、はい、このフリーキック信じられないボールがゴールに吸い込まれていきました。本当にね、この弾道っていうのはありえないですよ ね。そのキックの感触はまだ左足に残っているはずです本田圭佑。それから3日後このチャンスを迎えました。まあ位置は違いますが相馬さん、十分に狙える距離ですね。そうですね、まあ、こうその前回 の、ね、その香港戦の時と比べると少し距離あると思いますからね、はい、ただあれだけボールが揺れたらですね、はい、まあ、キーパー入っている鈴木もどうにもならないと思いますからね。練習では10本に何とかああいうボールを蹴ることができるんだと本田圭佑は話してくれました。さあ本田がボールをセットします。壁ができました。壁は3枚です。右足で米山も機会を伺っていますが、さあ本田どんなボールを蹴るか。本田圭佑このやはり変化していました。そうですね、変化しましたけどもちょっとねゴールから離れてしまいましたね。やはり距離があった分ね、はい、少しこう力んだ部分はあったのかもしれないですね、ただ最初の弾道はポストに向かって一直線で行って、そして外側に大きく切れていきました。いや、わずかな感覚なんでしょうね。本当にそういうところあると思いますね。佐藤さん、はい、本田選手のフリーキック、先日決めたフリーキックについて浦和の選手たちの間でも話題になっていたそうなんですけれども、ワシントン選手がブラジルのテレビにも出ていたよという話からそうですか、選手たちもあの みんなですごかったね、フリーキック気をつけないといけないねというふうに話していたそうです、はい、そしてここでハーフタイムの指示、両監督の指示をお伝えします。お願いします、名古屋グランパス8フェルフォーセン監督ですけれども、はい、サイドで早くディフェンスに行き過ぎないこと、山田の突破です、山田のクロス、いやよく粘りました ね。そうですね、山口の守備です。ここも守備に行っています。新井さんお願いします、はい、サイドで早くディフェンスに行き過ぎないこと、そして浦和がボールを持っているときは無理に行かないようにとディフェンスに関する指示が出ています、はい、さあここは突破してきた10番のポンテから、いやネネを狙ったボールでしたがゴールキーパー楢崎、あそこもねこぼしたら本当にねあの危ない形なんですけれども、きちんとキャッチするところね、さすが楢崎ですね。そうですね、名古屋のフェルフォーセン監督はやはりナンバーワンのゴールキーパーは楢崎だと話してくれました。その楢崎がしっかりとキャッチしています。いいボールが入ってきましたがゴールキーパーの楢崎がキャッチしています。ここにキム・ジョンウです。1対1同点変わりません。キム・ジョンクロスからこれは流れてしまいました。新井さんお願いします。はい、そして浦和レッズのオジェク監督からは、前半はいい形でゲーム運びができていたがちょっとした不注意で失点してしまった、後半は集中して得点を取りに行こうという指示が出ています。はい、ちょっとした隙が生まれたというオジェク監督です。1対1です。ただ相馬さん、今後の展開ですがかなり両チーム守備に行っていることから考えますと、はい、相当運動量を今まで使ってますよね。そうですね、後半ある程度、ね、距離が空いてきたところであのドリブルのある選手ですね、まあ、そういったところのそういう崩しにかかるプレーが、ね、出てくると非常にですねゲームを決めるプレーになるんじゃないかなという気がしますね。特にそういった意味では浦和は長谷部が、ね、中盤のところにドリブルができますから、これスペースが空いてきたときに非常に効いてくるんじゃないかな、出てきたときには、ね、そういう感じがしますけどね、はい、2位の川崎がリードを許している、16位の大分が2対0とリードしています。右サイド、これはゴールキーパーの続きです。浦和レッズは長谷部、永井、そして岡野といったあたりがベンチから機会を伺っています。藤田、山口圭です。4戦このボールは通じませんでした。
後半の10分を経過しています。吉田落ち着いています。米山、大きなブーイングはレッズのサポーターです。ここに藤田、赤が名古屋、そして白が浦和です。名古屋のこの展開です。ここからどうしてもなかなかパスが出ないんですね。ここからなかなか前にボールを入れられないんですね、はい。まあ、そこはレッズもきちんとした守備陣をね、守備網を引きますから、網を張りますからね、まあ、そこを間入れると失ってカウンターをされると、まあそういうところもあるんですけれども、はい、ここでどっかで勇気を持ってドリブルなり、くさび縦へのパスですね、そういうの入れていかないとちょっと攻撃の形にはなかなかなりづらいですね。そうですね。サイドで阿部翔平、そして本田圭佑、縦へのボールどうするか、ここは本田圭佑のファールを取りました。まあ、今のようにね、2人の関係で突破を試みるというのも非常にいいと思いますね。名古屋の後半のメンバーです。ゴールキーパー奈良崎、大森、米山、吉田、阿部翔平の4バック、藤田と山口がボランチ、右にキム・ジョーン、そして本田圭佑が左、四線と杉本の2トップです。一方の浦和です。こちらも交代はありませんでした。ゴールキーパー都筑、坪井、堀之内、ネネの3バック。ネネは今日今シーズン初ゴールを挙げています。阿部勇樹と鈴木啓太、右に山田、左に相馬、そしてポンテとこのワントップにワシントンです。後半の12分を経過しましたが、相馬さん、はい、まだ浦和レッズの左サイド、相馬の突破がほとんどありませんね。そうですね、まあ、そのあたりはですね、はい、ハーフタイムのフェルホーセン監督の指示にあるようにですね、サイドでディフェンス側が無理にね仕掛けないようにと、まあ、そういった部分でですね、サイド埋められてきてると思うんですよね。まあ、そういうことでなかなかいい形でボールを勝負できないと、持たせてもらえないという感じなんじゃないですかね。このシーンに、ここに10番のポンテです。プレッシャーをかけてボールを奪った米山、キム・ジョーン、縦へのボール、面白いところだったんですけどね。そうですね、繋がればビッグチャンスでした。一方レッズはカウンター、山田からワシントンへのボール、18歳の吉田がよく足を出しました。昨年の得点王にマークをついているのは34番のルーキーの吉田麻也。いやでもね、今のところもいいボールの取り方してるんですよね、ラインをコントロール、オフサイドにかけるようなポジションを取りながらですね、ボールに最後行くと、ニアサイド4線だ、名古屋はこの一発を持っています。4線の頭ありますよね、4線のところね、当然、まあ、レッズもですね、ワシントンというところがあるんですけれども、はい、チームともそういうポイントゲッターがいるというのはね、迫力ありますね。そうですね、昨年11月の一戦は1対0でした。その時はグランパスが1対0と浦和レッズを破りましたが、次のボールは旗が上がっていない。今のはワシントンはオフサイドだったと思うんですよね、副審の広島さんですね、広島さんは、ワシントンが最初触ろうとした時には旗上げようとしてたんですけれども、ボール触るまではオフサイドにならないので、やめたということで、小野伸二はオフサイドでないと、そういうジャッジだったと思いますね。慌てて小野伸二が走り始めたんですが、ここはコーナーキックに変わります。さあチャンスを迎えた、ここには誰もいません。ゴールキックに変わります。後半もあっという間に、まもなく15分を経過しようとしています。王者の浦和レッズ、公式戦ここ4戦連続引き分けです。5月に入ってまだサポーターは勝利の雄たけびを上げていません。ガンバ大阪が勝利を収めています。2対1です。今日はバレーと、そして双川のゴールがありました。首位のガンバ大阪がしっかりと結果を残しています。 J2 は札幌、そして京都が勝ちました。豊田スタジアムは1
1対1です。杉本、先日の日本代表候補に選ばれた杉本です。大森、面白いクロスから4セカ、坪井が競り勝ちました。こぼれ球、阿部翔平、左足狙っていきました。多彩なキックを持っているこの31番の阿部翔平ですが、ここは果敢に狙っていきました。およそ30メートル以上ありました。そもそも両チームのこの出来に関してはいかがですか、後半は。いや、前半非常にですね、ハイテンポなゲームしましたので、ちょっと落ち着いた感じになってるなという気がしますね、今ね、はい。なかなか攻撃においても守備においてもですね、一つ落ち着いた形で守備も前から追っかけるというよりはきちんとブロックを作って、うん、そして攻撃もですね、一回きちんとボールをキープしてから攻め始めると、はい、そういった感じが見えますね。このポンテ、名古屋もしっかりと守備の組織が出来上がっています。そこをどうやって崩していくか。先制ゴールのネネ、ワシントン崩してきた、うん、阿部勇樹右足だ。おそらく本人は得意の位置だと思ったに違いありません。そうですね、何かフリーキックと同じような形で打つことができました、はい、ボールをですね巻いて落とすようなイメージだったと思うんですけどもね、日本代表候補の阿部勇樹です。今のところも右足に置いてシュートを狙うというトラップでしたからね、後半の17分を経過しています。どちらが先に点を取るんでしょうか。赤い魂を持った両チームの一戦、前半ハイペースで進んだ疲れがちょっと見えてきましたね、ボールへの反応、ルーズボールへの反応というのは両チームとも少し遅れてる感じがしますね。ただサポーターは勝ち点3だけを望んでいます、うん、こぼれ球、阿部勇樹つないだ、小野伸二、向こう側相馬です。梅山つないで、前には杉本と4線がいます。面白いボール、こういうボールに杉本は強いんですが、しっかりと坪井が対応しています。常に狙ってますね、あのポジションをね、このボールは通じませんでした。スローインに変わります。マリノス戦ではああやってどんどんディフェンスの裏へボールを蹴っていって、そのボールに杉本が絡んでいくという場面がありました。今日はまだそういう場面はありません。これはやはり相馬さん、はい、レッツのディフェンス陣がいいということなんでしょうかね。最終ラインは非常にケアしていると思いますね、はい、それともう一つはそのマリノス戦ですね、はい、マリノスが前からボールを取りに来るのである程度蹴らざるを得なかったと、うん、そういった部分というのもあるかと思いますね。阿部からここは鈴木啓太です。すごい藤田がスルスルと上がってきました。ここはオフサイドポジションでした。10番の藤田、 J1 最多の390、今日が4試合目です。最多記録を更新中です。そもそもこの記録ですが、いやすごいですよ。僕同い年なんでね、もっともっと頑張ってほしいですし、たくさんゲームも出て、もう少しで100点目なんで ね、 そうですね、取ることができるので、まあ本当ね、点を取ってぜひそれを達成してほしいなと思ってますけどもね。 J リーグ通算98ゴールを挙げています。10番の選手がこの98ゴール、どうですか。すごいですよ、なかなかできる。ただ本当にね、中盤でも点を取れるから価値があるね、選手としてプレー してきましたからね。ただその選手がボランチとしてね、カストリ役を今やってるわけですよね、はい、ここは本田圭佑にイエローカードが出ています。さあここはフリーキックのチャンスを得ました。
面白いボールだ。小野伸二、楢崎出ている、こぼれた、ネネか、ネネのシュートも外れた。いやー、ネネ2点目かと思いましたけどね。ディフェンスに当たっていました。ゴールキーパーは出ていた状態でした。押せ押せムードの浦和レッズ、サポーターの目の前で8本目、吉田のクリア、キム・ジョウのクリア、名古屋が粘りました。後半の21分を経過しています。先ほども言いましたが、少し疲れが、ね、見えている感じがありますので、そういった意味では一つのミスであったりとか、セットプレーというものがね、これゲームを分けるような気がしますね。はい、ポンテのドリブル入ってきました。ポンテ、右に送った。いいタイミングだ。相馬がこの位置、そして山田切り返した。どうするか。いやー、よく出た足が。後ろから阿部勇樹狙った。外れました。阿部勇樹のシュートは外れた。グランパストレッツの一戦は1対1、まだ均衡が破れません。同点、後半の22分を経過しています。この時間帯は浦和レッズのペースです。小野伸二のドリブル、そしてポンテ切り返した、右が空いている。ここは山田には通じませんでした。再三、相馬さん、はい、ドリブルからチャンスを作ってますね。そうですね、中盤が空き始めている証拠だと思いますけどもね。名古屋はそしてサイド攻撃、そうですね、同じようにドリブルから入っていましたね。サイド4戦、いやー、いいボールが入ったんですけどもね、きちんとレッズ対応してますね、最終ライン、はい、佐藤さん言われたようにですね、中盤のところで、中盤ワシントンの近くにいるこのポンテといったあたりがですね、ドリブルで仕掛けてるんですよね、はい、今ね、これそういう形ができ始めるとレッズは点が入りそうな形って作れますよね、これね、はい、まだ両チーム交代はありませんが、新井さん、はい、どうですか、ベンチの動きは。はい、そうですね、両チームともに先ほどはウォーミングアップの足を止めて試合の戦況をじっくり見守るというような状況が続いていたんですけれども、はい、今また選手たちのウォーミングアップの足が動き始めましたので、そろそろ交代があるかもしれません。はい、米山が出ましたね。そうですね、センターバックの米山上がってきました。米山絡んできました。米山も絶対勝ち点3が欲しいと話していました。10番の藤田から、さあ、素晴らしい、素晴らしいパスだ、入ってきた、シュートは、これは外れました。いやー、藤田のね、杉本のスピードを使うパスですね、完璧に振り切った杉本、今日このスピードを生かしたのは初めてかもしれません。これ完全に前に出ます。そうですね、ただまあネネもね、こう体を寄せてますから、最後のクロスシュートにはならなかったんですけどもね、後半の24分経過、残りは20分少々。さあ相馬です。阿部勇樹、ポンテのボール、本田圭佑戻っています。4戦がボールをキープ。さあ少ないチャンスをものにするか、グランパス杉本、堀之内対応している、いや堀之内です、いや素晴らしいね、完全スピードに乗られたんですけどもね、はい、その中うまく対応しましたね。やはりこのスピードがある相手に対しては相当、そのさ、ディフェンスの立場としては気を使いますよね。気を使いますよ、前をまず向かせたくないんですけどもね、先ほどのように前を向かれてスピードに乗られた時はですね、本当に厳しいですよね。消耗戦になってきました。名古屋と浦和の一戦です。レッツは公式戦ここ4戦全部引き分けです。5月に入ってまだ勝利を挙げていません。
そのレッツがまた1対1です。久しぶりの勝ち点3、それをものにするには1点が必要です。ここに鈴木啓太、山田、またドリブルだ、大森のヘディング、これは少しクリアミスになりましたが、ワシントンボールをキープする、対応した米山、鈴木啓太、小野、まだ選手の交代はありません。小野伸二、ここは4線へボールはつながるか、坪井対応した、ネネ、このボールに反応していきますが、吉田しっかりと対応しています。いや、サリアルのクリアですけどね、難しいんですが、しっかりねクリアしてますね。今のところ本来はボランチの選手ですが、センターバックを攻めています。18歳の吉田、藤田から前のボール、4線倒れました。ここはフリーキックに変わります。名古屋はカウンターということになるんでしょうかね。そうですね、ここ2本3本ほどですね、はい、カウンターから形作ってますので、ある程度しっかり守りながらカウンターということでも、ね、いいかと思うんですけどもね。さあ、長身の吉田、さらには4線が上がっていきました。ボールをセットしたのは米山、今シーズンからこの名古屋です。米山、中央、こぼれ球は鈴木啓太です。名古屋も少し運動量が落ちています。ここを、ね、拾いたいところなんですけれどもね、レッツに出ましたからね。小野伸二、ポンテが左サイドに開いていました。ポンテ、小野伸二のトラップ、素晴らしいトラップだ。柔らかいクロスを上げましたが、楢崎、いや、ね、素晴らしいコントロールから、体をスクリーンしながら、ね、縦に抜け出したんですけどね、ちょっとクロスが高と合わなかったですね、はい。さあ、杉本です。4戦ちょっと名古屋もね上がれないですね。ここでね前でポイントを作れてるんですけども、その突破にかかれないですね。少しこのジョーン、さあ藤田上がってきた、藤田はもらってミドルシュートを打ちたかったという気持ちもあったかもしれませんが、今度はワシントンへのボールです。米山、少し両チーム足が止まってきました。勝負はここからですね、本当にね、交代選手含めて、そういうところも含めてですね、どう戦っていくのか、一勝欲しい、勝ち点3が欲しいという、ね、気持ちがすごい大事になるでしょうね、これね、はい。もうここまで来たら勝利しか考えていないんでしょうね。それは間違いないと思いますね。まもなく後半の30分を迎えます。鈴木啓太、相馬がその前です。まあ、後半ですね、相馬がなかなか出てこれない、まあ、そのあたりの対応がうまくいってるんですけども、はい、まあ、レッズは右の山田を、ね、逆にこう中心にして組み立ててますから、はい、まあ、そのあたりっていうのもね面白いところなんですけどもね。守備の組織ができています。ここからどうするかですね。そうですね、どっかで仕掛けなければいけないんですけれども、はい、カウンターも怖いですしね、杉本という飛び道具がありますからね。そうですね、このボールは通じません。苦し紛れのパスになってしまいました。さあ、相馬さん、残り15分を切りましたが、両チーム点を取るためにはまずは浦和ですが、まあ、ちょっとね、両チーム浦和という問題よりもですね、両チームとも少し足が止まっている部分がありますので、はい、そういった意味では、まあ、なんとか選手をね、フレッシャー選手を入れてもらいたいなという気がしますけどもね。オジェック監督はなかなか今シーズンその交代枠を使い切るという場面はありません。さ
藤さん、はい、オジェック監督まだ動く様子はありませんね。そうですか。先ほどから堀之内選手がボールを持った時に右サイドの山田選手を使えというような指示が何度か出ています。はい、前節はガンバ戦長谷部を投入してだいぶ流れが変わっているようにも見えました。ただまだ選手は変えていません。ランパスは大森仕掛ける、うん、仕掛けた、ファールになりました。さあここはまた本田圭佑がボールに近寄っていきました。いやこれこそその香港戦の時のようなね、角度なんじゃないでしょうかね。さあおそらく得意の角度でしょう。24番の本田圭佑、相馬さん先ほどのキックである程度このボールの感触は掴んでいるはずです。それはあるでしょうね、今日2本目、3日前スーパーゴールを決めた本田圭佑、再びこのトヨタスタジアムでスーパーゴールなるか。本田がボールをセットしました。どういう変化をするか。壁も4枚入ってますからね。球種が、ね、たくさんあるということですからね、しかしこれもしっかりと枠を捉えています。はい、続くコーナーキック、低いボール返事してきた、藤田がボールを抑える。さあ本田だ、中に入ってくる本田、フリーになったんですけどね。まあ、今のは、ね、中もでも余ってましたからね、クロスを、ね、入れるっていうのも選択肢あったと思いますけどね。本田圭佑のフリーキック、ここは続きが反応しています。後半の33分経過。佐藤さん、はい、浦和レッズ岡野選手が呼ばれました。岡野ですか。長谷部そして永井でもありませんでした。まずはスピードの岡野を投入します。これは相手も疲れているとそういう、ね、判断なんじゃないかと思いますね、はい、本当にその終盤に、ね、よく出てくると本当に嫌なんですよ、このスピードのある岡野っていうのは ね、中盤のバランスはいいということなんでしょうかね、まあ、守備のバランスも含めてという見方だと思うんですけどね、はい、縦へのボールです。3バックの中央は堀之内、トゥーリオは怪我で欠場です。さあ素早いフリーキックから左サイド、相馬が久しぶりにボールを持ちました。相馬から、ここは18歳の吉田です。米山落ち着いています。10番の藤田、大森、グランパスはまだ交代はありません。佐藤さん、はい、岡野選手は相馬選手に代わって入るようです。うーん、となりますと相馬さん、はい、どこに入ることになるんでしょうかね。ちょっとまあ様子見てみないとわからないですね、はい、左サイドからクロスを上げるというのはあまりちょっとイメージできないので、うん、そうですね、はい、まあ、直接そこに入るわけでなくポジションを変えてくるんじゃないかなと思いますけどもね、はい、クロスからチャンスだ、4戦落とした。狙い通りの攻撃でした。名古屋ファールはありません、うん、そしてワシントン抜け出した、オフサイドはありません。ワシントン飛び出す、そしてキーパーの長崎、素晴らしい、落ち着いていた長崎、オフサイドはありませんでした、はい、ワシントン抜け出して、ここは長崎落ち着いていた。
褒めるべきですか。そうですね、まあ、キックフェイントで、まあ、そこで入れ替わりたかったワシントンだったと思うんですけども、はい、まあ、少しねボールが前目に転がってしまったっていうのもあると思うんですけどもね、2点目を奪うことはできませんでした。まず浦和レッズの交代は相馬に代わって岡野、岡野がどのポジションに入るか注目しましょう。岡野が右ですかね、阿部が左のウィングバックのポジションに入ったんでしょうかね。そして山田がボランチでしょうかね、はい、さあ右サイド岡野、残り10分はすでに切っています。後半のまもなく37分を経過します。浦和レッズがこの鬼門の名古屋、アウェーでは3勝しか挙げていない名古屋、早い杉本追いついた、いやこのプレーで枠という選手はね久しぶりに見ましたね。いやまあ、今レッズで出てる岡野ですよね、そういう意味ではね、はい、うん、いやいい飛び出した、阿部勇樹だ、藤田が戻った、阿部勇樹のクロス奈良崎です。いやベテランの藤田がよく戻りました。そうですね、阿部が非常にいい形で、ね、飛び出しを見せたんですけれども、そこに対して、ね、起点を察知する能力というそういうところですよね、はい、中盤での面白い攻防、まだ1対1です。阿部勇樹、そしてここに山田です。小野伸二が裏への飛び出し、米山ヘディング、ポンテ、小野伸二、山口つないだ、キム・ジョンウです。マリノス戦に勝った流れを継続させるためには勝ち点3が必要ですと話していました。レッズはもちろん5試合も勝ち点3から遠ざかっています。その久しぶりの勝ち点3に向かって両チーム残り6分の攻防、本田圭佑、大森、仕掛けていきたいところなんですけどもね、ちょっとクロスだけ、レッツの、ね、3バックも強いですから ね、 そうですね。さあポンテ一発のチャンスで決める力がある浦和ですが、ワシントン、チャンスだ、ワシントン決めた、これがワシントン、後半の39分、そうですね、ここもですねコンテからのパスですよね、ただクロスを上げるのではなくパスをする、名古屋はちょっとねクロスを入れるしかない攻撃のパターンだったんですけども、ここできちんとペナルティーエリア内でパスをすると、それによってきちんと決める人が決めるということですね、最後はね、やはりワシントンですね、余ってないですよね、点を取った後もね、あの寝転がってたように相当疲労感はあると思うんですけれども、でも落ち着いて最後シュートまでね自分の形に持っていく、そういう落ち着きっていうのがねこの点を生んでますよね。今年も出場11試合で9点目ですから、相馬さん勢いは止まりませんね。そうですね、佐藤さん、はい、ここで名古屋は片山選手が呼ばれました。前節初ゴールを挙げました片山が準備をしている名古屋、2対1になりました。ここはファールです。キム・ジョンウが後ろから足を出してしまいました。イエローカードです。片山選手は藤田選手に代わって入ります。藤田も今日は守備で本当に貢献していました。ボランチの藤田を下げて、そして左サイドもフォワードもできるという片山です。
からね、勝負前のところでの勝負ですね、仕掛けるところっていうのを期待してるんじゃないでしょうかね。今片山が3という数字を作っていました。どういう形になるか、中盤山口がワンボランチに近い形になるんじゃないでしょうかね、後半の41分経過しています。残りは3分30秒、浦和レッズが4戦連続引き分け、そこから脱出する瞬間が近づいています。しかし名古屋も追いつくチャンスだ。大森から4戦、少し疲れもあるんでしょう、ただ4戦しっかりと合わせてきました。自分の形になると強いですよね、名古屋が同点に追いつくためにはやはりこのサイド攻撃になりますかね。まあ一つそれはあると思いますけれども、あの杉本と片山という、まあ、速い選手ですね、はい、その選手を前目に置いてきましたから、トップに入った4戦に入った後のボール、そこの反応ですよね、はい、そういったところを狙ってるんじゃないでしょうかね。片山も国士舘大学から入りました、2年目の選手です。非常にスピードを持っています。4戦、この辺りが本当にうまいポンテです。佐藤さん、はい、レッズは長谷部選手が呼ばれました。ポンテ選手と交代します。この時間帯に長谷部を投入します。素早いリスタート、は入ることはできませんでした。いやもう吉田はもう名古屋上げてますね。なるほど、34番の18歳、186センチの吉田を前線に上げてパワープレーに出ました。その吉田が競ります、こぼれ球、片山絡んでいく、吉田、落として、ここはファウルだ。さあここは残り2分を切ったところ、3度目の正直、本田圭佑。いや吉田がよくファールをもらいました、よく体を張りました。そうですね、まあ、非常にいい位置ですね、佐藤さん、はい、本田選手は3本に1回は決めるというふうに細貝選手に話していたようです。そうですか、その3度目の正直、1本目は無回転ボール、2回目は巻いてきました。さあこれはキーパーとの駆け引きにもなりますね。そうですね、まあ、キーパーがいる 今いるサイドを突くのか、それとも壁の上を越すような、ね、コースを狙うのか、はい、まあ、壁の枚数が多いのでちょっとブレ球で打つのは難しいかと思うんですよね、どうしても壁にぶつかってしまう可能性が高くなりますから。相性のいい浦和戦、もありますけどね。さあ本田がいった、壁に当たった、点は多いだ。大森から逆サイド、4戦ですが旗が上がっています。4戦の位置がオフサイドでした。本田のフリーキックが壁に当たってしまいました。ここでようやく10番のポンテに代わって長谷部が投入されます。まもなくロスタイムになりますが、どれぐらいあるか。最後は3分です。ロスタイムは3分あります。鬼門と言われた名古屋、ここまで J リーグの歴史の中で3勝13敗という、このなかなか勝てなかったこの名古屋の地で、浦和レッズが久しぶりに勝利を手にすることができるんでしょうか。もし浦和レッズがこのまま勝ちますと、鬼門のこの名古屋で、そして苦しんで苦しんで引き分けに終わった、そこから脱出することになります。今日は首位のガンバが勝ちました。
レッズは大立場、2対1、1点リード。名古屋は、ね、前上げるしかないですね。そうですね。名古屋に最後の力は残っているか。米山から4線が走り込む。ここは4線のファウルを取りました。後半の39分にワシントンのゴール決まって2対1。ディフェンディングチャンピオンの浦和レッズ、ここは堀之内が倒れています。少し4線と接触をして、そしてそのまま倒れ込んでいる堀之内。4戦も熱くなっています。そうですね、ちょっと、ね、遅れてね、自分でも分かってたと思うんですけれども、体に、ね、行ってしまったので、はい、まあ、そういった意味では堀之内結構、ね、これ痛いんじゃないかなと思いますけどもね。佐藤さん、はい、この間にですね、浦和レッズ内館選手が用意しています。もうこの3枚目の交代は時間を使う交代と言えるかもしれません。そうですね、大混戦の J リーグ第11節を終わって1位から7位までが勝ち点4の中に占めています。6位の名古屋、4位の浦和、浦和レッズが1点リード。これきっちりとレッズは勝ち点3を取るということはね、非常に今後に向けて大きいでしょうね、はい、その勝ち点3が近づいています。5月初勝利になるんでしょうか。サポーターは5月まだ勝利の雄たけびを上げていません。その瞬間が近づいています。名古屋は時間がない。ロスタイム3分経過、あとワンプレーか、うん、そのワンプレー、クロス入ってきた、触ったが4戦。いやー、ファーサイドの、ね、4戦が完全に待ったんですけどもね、中継はちょっと触ったんじゃないでしょうかね、その手前で。よく片山が、ね、粘ってボールを上げましたよね、惜しいチャンスを迎えました。グランパス、ロスタイムはすでに3分経過しています。岡田主審の笛はまだ鳴りません。タッチを割ってここでホイッスル。レッツが久しぶりの勝利を挙げました。後半39分、ワシントンのゴール。4試合苦しんで苦しんで、そして今日勝ち点3を収めました。放送の解説は相馬直樹さんでお送りしてきましたが、相馬さん、はい、やはりワシントンという形になりました。